はい、えー。では始めたいと思います。皆さんこんばんは。えー、ズームでご参加の皆さんもこんばんは。えー、便利子の野富と,と申します。えーと、今日は法律知識ゼロから弁理士試験に挑戦ということで、まあ、わざわざタイトルにするほどでもなく、あの、実は弁理士は、まあ、理系の理と書くように、あの、理系の方が圧倒的に多いので、まあ、皆さん大体法律知識ゼロからスタートされるという環境にあるんですね。 ですからまあ、ほとんどの方が本当は該当するテーマなのかなというふうに思っているんですが、まあ、あの、全体の今2割ぐらいかな。印象としては2割弱ぐらいが、まあ、法律系かな。まあ、法律系って言っても、あの、法学部出身の方よりも、あの、むしろ私もそうなんですけれども、あの、法学系じゃない文系の方が多いですね。まあ、文学部とか経済学部とか経営学部とか。 あと国際関係とかいろいろあるかと思いますけど、今あの翻訳業務されてて、であの弁理士目指される方が多いので、まあそういう意味では文系といってもそういう英文化とかね、そういったところの方で、本当にあの法律知識があって始められる方は10人に1人もいないと思います。うん、ですからまあほとんどの方が該当するタイトルなので、 本当いうと、まあ、あんまりあえてタイトルにするほどのことでもないかなと思ってるんですが、えー、まあ、一応ね、やっぱりあの相談が多いテーマではあるので、えー、お話ししていこうかなというふうに思っています。で、弁理士は、まあ、あの、業務をあいろいろまあ専門がありまして、えー、まあ、理系出身者の方、ほとんどの方がやはり特許を専門にされますね。 で文系の方も、まあ、そうですね文系の方で便利子になって半分とは言わないけど割とあの特許に転身される方もいらっしゃるので、あのー、純粋にじゃあ,あの、ね、法律系の方でもあの実務のは理系の方にっていう方もあの結構いらっしゃるから文系の方がそのまままあ遺書とか商標だけっていう。 あのわけではないのでまああの本当に理系の試験というかねそういう感じはしますよね。で科目としては、えー、特許実用支援意証商標を中心としてあと条約という科目がありで他に不正競争防止法と著作権法というのが担当試験だけに課される感じになりますねであと選択科目で、まあ、いろいろ選べるんですけど理系の方は収支出られていれば免除になりますね。 で、文系の方はほとんど免除にならないので、修士でもならないことの方が多いですから、文系の方は民法を選択されて、まあ受験されるというのがスタンダードな感じになります。で、理系の方は、あの、学部卒であれば選択科目を選んで、ええー、まあ、あの、試験を受けることになりますけれども、まあ自分のあの、専門ですね、理系の方だとね、大体フィットするものがあると思いますので、 あの、まあ、工学部とかであれば、機械工学系とか、情報工学系選ばれる方もいらっしゃいますね。で、まあ、科学だったら、まあ、やっぱり科学がありますし、で、バイオとかだと生物かな。あの、選択科目は、まあ、ご自身の選択科目が大体あると思うので、まあ、理系の方はそれを選んで、えー、学部卒の方は選択科目プラスという感じになりますね。ですので、まあ、いろいろ、あのー、 合格するまではいろんなことを勉強しなければいけないんですけれども、まあ科目としてはそうですね、やはり特実のところで半分ぐらいの勉強量は消化することと思いますから、まあそういう意味においても、やっぱり法律知識ゼロから始められる、ね、方でも、あの、まあ特実を中心に、えっ、ー、と、法律系のまあ資格ということにはなりますので、まあその、 法律の勉強法という感じで、えー、見ていきたいと思います。えっ、ー、と、レジュメは本当にあの簡単なものを用意しましたので、まあ、ちょっとあの柱にしながら始めていきたいと思いますけれども、えっ、ー、と、法律っていうと、なんとなくその暗記科目というふうに思われてる方が多いのかなと思うんですね。で、私自身もあのー、 まあ学生の時にその一般教養の科目でちょっと勉強したりとかはありましたけれどもまあほとんどなくですね大学時代はねほとんどなく卒業まで迎えた感じなんですよねで実務に就くところから私はこの,あの業界に入ったんですけれども えー、実務の中でも法律に直接触れるようなことはあんまりなかったんですよね。まあ、この試験って、あの、実務化養成試験というふうに言われる割には、割とその実務とその試験の乖離というかね、あのこう、勉強することがそのまま実務に役立つかっていうとそうではなくてですね、割とその机上の勉強と実際実務についてやることとが違うことが多いです。 ですから、実務をやってるから試験に有利かというとそうではなくて、割と私自身が実務から入って試験を受けるようになったんですけど、そうすると実務の感覚で試験をあの受けると、あの足かせになることの方が正直多かったので、なので、まあ、今の受験生、あんまり業界の人がいなくて、 どっちかっていうと、その特許事務所とか知的財産部以外のところから受けに来られる方の方が多いんですけれども、まあその方がいいのかなって正直思ったりしますね。真っ白なところから、あの、こう自分のこう勉強を始めて描いていくという方が、あのいいのかなと思ったりもしますね。ですから、あんまりその、例えば実務経験がありません。で、法律知識ありません。で、そういうことに関して、あの、何も、 自分でこう大丈夫だろうかって心配することはなくあのもうその方がいいんだというふうに思って始めていただいていいと思いますね。で、えっと、法律知識ゼロから始めるポイント3つ挙げてありますけれどまあ何事もそうなんですが法律ってあの急見て森を見ずになるっていうことが一番悪くてですね まあ、大体その概要から始まってでそれでこう細かいところに移っていくっていう勉強があの必要なんですねですからまず基礎を大切にするっていうことをあの伝えていますで入門講座論文基礎力完成講座担当基礎力完成講座という3本の講座でこの入門のコースというものが成り立っているのもそういうところで、えー、1年合格ベーシックコースは入門講座が結構 多く占めるんですよね。4ヶ月くらいかなかけてやるんですよね。で、それはやっぱりその基礎が非常に大事だということになります。で、入門講座っていうちょっとこう名前を聞くと、なんとなく本当に導入みたいなイメージがあるんですけど、実際それを担当試験、一次試験の点数で言うと、38点から9点分ぐらいの知識を入門講座で注入することになるので、そんなに 初歩の初歩って感じではないんですね。えっと、便利試験の一次試験のボーダーが39点なんですよ。あのー、はっきりと39って言ってるわけではないんだけど、まあ、おそらく変わらないです。39点ボーダーです。ですから、まあ、入門講座でほぼほぼそこにギリギリ到達するかな、ちょっとしないかな、ぐらいな感じのところまでいけると、本来ですね。で、そこから、今度担当基礎力完成講座というもので、 うちのクラスは45点っていうふうに言っているんですけれども、まあ、その辺まで積み上げていくと。で、45点を担当試験で取れたとすると、二次試験の論文試験の通過率が8割を超えてきます。ですから、まあ、一発合格が現実的になるんですよね。で、逆に39点ギリギリぐらいで担当受かってくると、ほぼほぼその年は、あの、論文は通過できません。 で、2年目、3年目も、よほどその点数よりも超えるような勉強しないと、担当免除の方が受かりにくいんです、今論文試験って。だから担当受かった年が一番論文は受かりやすいので、そう考えるとやっぱり、 担当試験の受かり方ってすごい大事なんですけど、入門講座で大体38点分ぐらい取り、そこから担当基礎力完成講座で45点以上を目指していくと。で、そうすればその年に大体論文通過率が8割を超えるので、あの、うまくですね、こう、そう、短期で合格できるという感じになりますから、まあ、レックが一番最初に持ってきてるこの入門講座、これが大体その合格の企業になっているというふうに言っていいと思います。 今、ちょうど私のクラスでは、えっ、ー、と、その担当基礎力完成講座4本あの、特実いい章が終わり、条約のちょうど半分が終わったぐらいのところをやっているんですね。だから、あともう本当に年明けの1月いっぱいくらいで終わるので、えー、もう本当にあとちょっとかなっていうところなんですけれども、やっぱりその入門講座で、あの、例えば出席率が悪かったりとかですね、 あの、出遅れて途中合流していたりとか、で、まあ、あるいはまあ入門講座であんまり頑張らずに、あのー、ゆっくりな感じで勉強してしたりとかすると、今はかなり苦労してるんですよね。で、一方で、今ちょっと仕事忙しいんですって言ってくる人、あのー、結構いらっしゃるんだけど、入門講座のところで頑張っているその蓄積があれば、まあまあ平気なんですよ。 なので、入門講座のその最初の4ヶ月、基礎を大切にするっていうことをしっかりやっていただきたいということがまず一つですね。で、二つ目に段階的に考えるっていうことで、一応ステージ1から3っていうところがあるんですけど、まあ、それは、あの、具体的にちょっと話をしていきますと、えっと、2ページのところから、まあ、ファーストステージ、ステージをまあ3つに分けてちょっと考えていくんですが、 まず、ファーストステージは、その、法律の基礎の基礎ですね。これをやっていくっていうことになります。で、私のクラスでは、あの、入門講座の一番最初に位置する、全体構造編っていうものを、法学基礎講座のような形で使っています。で、まあ、理由は二つあって、一つは、まあ、あの、全体的にこの資格試験っていうのは、理系出身者が圧倒的に多いので、 まあ法律用語すら知らないという状態の方がやっぱりほとんどだということになります。で、そうすると、まあ例えばそのレックのテキストをこうね、普通にこう解説するだけだと、もう用語の意味がわからずにつまずいてしまうってことは普通にあるんですよね。で、私自身がやっぱり法学部出身者ではなかったんで、あの、 私も,、まあ、もう本当に昔なんですけど、もう20年とか、そのもっとかな、あの昔のレックの,あの合格者なんですが、えー、その頃にですね、入、ま、門、あ、講座でお世話になった先生がもうバリバリの法学部出身者だったんですよね。で、そうすると、先生にとっては当然の言葉なんだけど、私にとってはめちゃくちゃ外国語なんですよ。もうかわけがわからない。 で、そのたびに、やっぱりこう、意味がわからないから、すごくこう、進みが悪いんですよね。他、その他のこともやっぱり理解できないようになる。で、当時、やっぱりその知的、まあ、財産用語のその辞典なんかを、やっぱり買って、で、教室に持ち込んで、弾きながら聞いてたりとかするんですけど、当然まあ、その引く時間とかでもわけがわからなくなってくるってことの繰り返しだったので、 まあ、これがね、最初に法律用語だけでも説明をする時間を持ってくれていれば、だいぶ自分も違ったんじゃないかなというふうに思ってまして、で、やっぱりそこはですね、自分が法学部出身者じゃないからこそ気づけた部分だったので、私が入門講座をもう担当してもうそれこそ20年とかなるんですけど、もうその頃から、もう最初は法律用語の説明から入るというふうにしていまして、 で、そこが今度は、あの、できたら、一般法と特別法とか、その法律の中でもグループがあるんですよ。一般法というのは、まあ、その日常的な、その一般的な事象に対して提供される法律なので、例えば民法とかそうんですね、こう、よくす、いろいろこう、耳にする言葉で損害賠償請求とかっていうのってね、よく耳にする言葉であると思うんですけど、その、 まあ法律に規定されている、まあその権利とかそういうものをまあ侵害したり、まあ特許権の侵害なんかもそうだし、まあその法律で規制されていることに違反したりとかすることを不法行為というふうに言うんですが、そういった不法行為によって他人に損害を与えたときにはそれをお金で賠償しなきゃいけないっていうことを、まあ、民法の中に規定されています。 ただ民法というのは世の中にこう目に見えてある有体物を前提に作ったものなので特許権とか、まあ、実用信案権、衣装権、商標権、そういったものはいわゆる知的財産権一般ですけれども、まあ目に見えないものをあの保護する法律なので無体物にはちょっと合わない部分が出てくるんですね。で、そういった一般法ではまかないきれないところのその専門的な部分を 個別に補填していくものが特別法と言われる法律なんですけど、我々弁理者はその特別法の中の,あの知的財産法と言われるものを扱う専門家なんで、えー、一般法でちょっと馴染まない部分をこう専門にするっていう形なんですよ。だけども、一般法で馴染む部分もあるんですよ。無体物だろうと有体物だろうと、 特に区別せずに適用できる条文なんかもあるので、そういうものはやっぱり一般法を直接使っていく場面もあります。ですから、まあ、資源科目として特許法があるとはいえ、じゃあ特許法って何の特別法なのということの母体がわからないと、特別法の中でやっぱりわかりづらいところとかも出てくるので、 なので、その全体構造編のところでは、えー、一般法と特別法ってどういう違いがあるのかとか、一般法と特別法の関係だったりとか、で、直接その一般法が適用できる場面だったりとか、まあ逆にできない場面だったりとか、そういうことを勉強していくっていう時間をとっています。で、それをすることによって、その理系の方とか、まあ、あの、うちのね、あの、 私の,そのようにです、ねえー、文系なんだけど法律系じゃない方にもそのスッとこう馴染んでいけるようなねそういう場面を作れるのかなというふうに思ってます。で実際今年あのうちのクラスあの純粋に1年で合格された方が10名ちょっといらっしゃったんですけれども。えっと、法学部出身っ で私が知ってる限りではいらっしゃらないかなと思うんですよね。ほとんど理系の方ですね。ですから。 文系の方でも、まあ、民法を受けられて合格された方もいらっしゃるんですけれども、まあ実際クラスの母体自体がそんなに法学部出身者がいらっしゃらないので、まあ比率としてはまあ妥当なのかもしれませんけれども、やっぱり圧倒的に理系出身者の方がやっぱり多いな、多いなという印象です。ですからそれがまあ,あのどういう原因なのかっていうところはもちろんそれはわからないですけれども、あのー、 もともとそのね、法学出身者の方は分かってるから、その部分はまあいらないとしても、でも理系の方がそうやって一発で普通に合格していけるっていうのは、やっぱりそのステージのところ、最初のこのファーストステージのその法学基礎講座を踏んだからこそできる部分だと私は思っているので、なので、まあ、ここは非常に大事にしていきたいと思います。で、例えばその法律用語のあのー、ところでですね、ちょっと抜粋して、 そこのレジュメに載せてありますけれど、例えばですね、あの、おびと並びにとか、またはともしくはっていう言葉は、日常的にも、まあ、ちょっとかしこまった場面だったら使うかなぐらいの言葉なんですよね。だから法律用語って言えるほどの法律用語じゃないんですよ。でも、なんとなくこう使ってる言葉でも、法律的には、 厳密にちゃんとそれをくくっていかないと、くくりで縛っていかないと、その意味が変わってくるっていうところがあります。例えばですね、その、そうですね、その、およびと並びにのカテゴリーの丸3のところを見ていただくと、えっ、ー、と、A および B で括弧でくくって、並びに C って書いてるじゃないですか。で、もちろん条文の中では、括ッでくくってくれてないんですよね。 A および B 並びに C って書いてるだけです。で、これをなんとなくで日常的に使っている。うん、でも、条文上はちゃんとここは区分けをして、A および B はちゃんとカッコでくくるような読み方をし、並びに C のところで、A と B は仲間なんだけど、C は仲間じゃないって読み方が法律的にできなければ、 意味が変わってくるっていう、まあ、あのー、ことがあります。例えばこれをね、具体的に書くと、シャープペンおよびボールペン並びに消しゴムっていう使い方をするんですよね。で、シャープペンとかボールペンとか消しゴムだからこそ、日常的に身の回りにあるもので、現実的にそのものを知ってるからこそ、あ、この中で仲間外れなんですかって言われたら消しゴムですっていうことが言えると思うんですけど、これが全部の言葉がわからないような、その専門的な特許用語だったとしてください。 そしたら多分、この A、およびと並びにの使い方が分からなければ、消しゴムがその仲間外れだと。シャーペンとボールペンでくくり、消しゴムの部分は並びにで仲間外れだって読み方が、これ全部シャーペンもボールペンも消しゴムも特許用語だったらできないはずなんですよ。このルールを知らなければ。ですからそうなると、これ、読み方が分からないと、条文の解釈が異なってくる。 ということになるので、日常的にちょっと使ってそうな言葉でも厳密に解釈するように指導していきます。で、一方で、日常的に使う言葉とちょっと違う意味を持つものもあるんですね。例えば5ページレジュメのところの上から3つ目、悪意と善意って言葉がありますよね。で、日常的にまあ,あの人って悪意に満ちた人だよねとか、 あの、善意だよ。これは善意でやったことだよね。とかっていうような使い方を多分日常的にはすると思うんですよね。で、その時っていうのは道徳的な要は意味を持ちますよね。悪意っていうのはまあ悪いって書きますから、まあ、ちょっと悪い意味ですよね。感情的だったり、その性質だったりするところが悪い意味を持つと。で、善意っていうのは、まあ、やっぱりその逆の、まあ、逆の意味でいいという意味を持ちますよね。で、両方ともやっぱり 道徳的なその価値判断を入れてくるんですけれども、法律用語としての悪意と善意は全く道徳的な意味を持ちません。単に知ってる、単に知らないということを意味します。だから悪意でっていうことを法律的に使うときには、知っていてっていうことだし、で善意にっていうことであれば、それは知らないでっていうことなんですね。 だから道徳的な意味を持たないという日常的に使っている言葉とは全然違う意味で解釈していかなきゃいけないという言葉もあります。あとはですね、えっと、左側のページ、4ページのところの下から2つ目、その他、その他のっていうものの違いですね。実際、条文を読んでいく中で一番読み分けていかなきゃいけないのがこの2つだと思います。その他っていうときには、 前にあるものと後ろにあるものが並列で、特に特許法の中では限定解釈になるんです。例えば、シャーペン、ボールペン、その他鉛筆って書いてたら、シャーペンとボールペンと鉛筆だけですっていう見方になります。 で、その他のっていうのは、その他のの後ろの0字が前って読み方なので、シャーペン、ボールペン、その他の筆記用具っていうのは使い方になるので、筆記用具の0字がシャーペンやボールペンですって意味になりますから、0字である限り、他にもあるって読み方なんですよね。だからマーネースもあるかもしれないし、ね、サインペンもあるかもしれないっていう読み方にしなければいけないんですね。で、実際これあの、口実試験で、 あの商標法でダメだった人の原因になった条文なんですけれども、えー、商標法にはですね、えー、登録したものを3年以上使わないと取り消されますよという条文があるんですよ。取りり消しになる可能性がありますというのがあります。で登録した商標と使ってる商標が同じでなければ使ったことにならないんですね。 例えば赤色のレックで登録、まあ赤色じゃなくてもいいかな。レックという LEC のアルファベットで登録を受けている。でも使っているものはカタカナのレックで使っている。これ登録したものと違うものを使ってるので使ってることにならないんですよ。だから取り消しになる可能性があります。なので登録した商標は基本的にそのまんま使わなきゃいけないというルールなんですけれども、 ただ現実的にですね、まんまっていうことになると、自体とか書体とかそういうものも含めてっていうことになるので、例えばゴシック体で登録したんだけど、なんかいろいろ、あのー、ね、商品の雰囲気とか考えて、民調体とか筆文字みたいなので使ってますみたいなことがあるかもしれない。じゃあそのたびに登録し直すのかって問題が出てきますね。ちょっとした違い、それで登録を取り、 取る取り直ななきゃいけないけそんな不便なことはやっぱりね強るべきじゃないよねっていうところがあるので、えー、そこはちょっと融通を利かせて書体や字体だけが違うっていうことであれば社会通念上同一だということで登録商標そのものを使ったのと同じ扱いにしましょうっていう部分があるんですよ。 で、その時の表現が、今言ったように、社会通年上同一の商標という表現なんですね。で、条文は、社会通年上同一の商標の前に、その他のっていう言葉をつけてるんです。だから、その他の社会通年上同一の商標ってことは、その他のの前は、社会通年上同一の商標の例示が列挙されてるっていう読み方にしなきゃいけないんだけど、その、口実試験で出された子は、それを、 例示だというふうに読まずに、限定だというふうに読んじゃった。つまり、その他とその他のっていうことの違いが分かってなかったんですね。で、その問題文が出されたときに、その条文の中に載ってないものを、これ社会通念上あの、登録商標と同じものを使ってることになりますかっていう質問のときに、いや、そうなりませんっていうふうに言ったんですよね。で、なんでかって言ったら、条文に列記されていないからと。 うん、それ、あの、二段書きだったんですけど、例えば二段書きの商標なんで登録してるんだけど、上の段だけとか下の段だけ使うってことが、まあ、結構ありますよね。で、それも場合によっては、登録商標そのものを使った二段書きを使ったのと同じ扱いにしてくれるっていうのがあるんですよ。だけども、条文上はそう書いてないから、それダメですっていうふうにその子は答えてしまった。 でも条文は社会数年上同一の商標の前はその他のだからその限定列挙されてるわけじゃないんであるかもしれないって発想を持たなきゃいけなかったんですよね。でそれを他にはありませんって言ってしまったばっかりに消、まあ、商標ダメだったっていう人があのもう随分前ですけどいらっしゃいました。でそうなってくるとどこが間違ってたかっていうともう本当に基礎の基礎。 法律用語が分かってなかったから、最後の最後の試験で落ちてしまったっていう、本当に一番かわいそうな例なんですけれども、一番最初のところで、ね、そう、正す機会があればね、振り返りを正す機会があれば、うん、結果は違ったのにな、という事例なんですが、まあそういうことも、あの、珍しくありません。ですから、その他とその他のっていうところの、その違いも、 ね、ちょっとした違いなんだけれども、あの、厳密に見ていかなければいけないということになりますね。で、そういったその法律用語から入って、で、まあ、一般法とか特別法とか、そういったものを勉強していくっていう、そういう、あの、時間を、あの、ファーステステージで持っています。で、その次に、セカンドステージ。これもその全体構造編でやるんですけれども、 えっと、6ページのところ、まあ、知的財産法の体系と書いてありますよね。で、あの、創造物についての権利と営業標識についての権利のグループ分けをしているんですけれども、創造物と営業標識についての権利のなぜその違いを知っておかないといけないのかっていうと、やっぱりそれは条文の個々の条文にその違いが出てくるからなんですね。 例えば、その左側の、その、知的創造物についての権利のグループに、特許権、実用信案権、遺償権っていうのがある、ありますよね。で、そのあたりというのは、その知的創造物についての権利なので、新しいものじゃないと価値がないという考え方があります。もうすでに世の中にあるものに、独占配達権である特許権を付与するということになると、 もうすでにね、技術がみんなのものになっているのに、突然使えなくなるってことで、逆に産業の発達を阻害することになってしまうからなんですね。だからもう世の中にすでにあるものには特許権を与えませんと。世の中にもうまだないもの、ね、新規性があるものに特許権を与えますという新規性の要件があります。一方で右側の商標権、商号権、 あ称号。で、あと、まあ、不正競争防止法っていうのがありますけれども、営業標識についての権利、これは協業法というグループになりますね。左側の創造物についての権利は創作法というグループになり、右側の方が協業法という協業秩序を維持するっていうところを目的とするものなんですけれども、そういった協業法に関しては、 特にその作ったものを保護する権利ではないので、新しさ、つまり新規性の要件は登録要件にないんですね。だから左側のグループに入るのか、右側のグループに入るのかで、登録要件の有無にも差が出てくるので、まずはこの大きな体系の部分を勉強しましょうというところから入っていきます。この辺も全体構造編でやった上で、 で、まあ、その、こう、こういうふうなグループに分かれてるから、こういう規定に差が出てくるんですよ、という、そういうやり方をやっていきますね。で、次にサードステージというところは、今度は個々の条文に目を向けていくんですけれども、例えば特許法だと1条から204条まであるんですが、えー、できた順に並んだわけではないんですね。特許法も、まあ、どの法規もそうなんですが、条文はグループ分けされてます。 で、そのグループ分けを示した、それは表で、で、そのグループ分けによって、例えば担当試験で主に出るグループ、担当でも論文でも出るグループ、で、担当でしか出ないとしても、例えば条文だけをやっておけばいいのか、条文に何かプラスアルファしなきゃいけないのかっていうところを示しているのが使用アイテムです。条文は不平等にできているので、 その一律に全部使うものを一緒にしたりとか、同じレベルで勉強するっていうことであれば、それは、あの、まあ、なんていうのかな、正しい勉強法ではないんですよね。やっぱりその不平等にちゃんと求められるレベルでですよ、不平等にっていうの不平等に扱わなければ、あの、点が取れる勉強ではないわけなんですね。ですから、その、例えばその条文だけでいいもの。 条文の背後に青本とか審査基準、あるいはまあ学者さんたちが書いた基本書まで必要なもの、あるいは権利過保だったら判例書が必要なものっていうのがあるので、そのグループごとに、ね、どんな学習ポイントがあってで、何を使って勉強していくのかっていうことを示した表を、まあ、これあの全体構造編のところで使っていくんですけれども、えー、使っていきます。 で、それを知ることによって、まあ、1年、1年って言ってもコースは9ヶ月ですから、そんなに長くないので、で、その中で、その効率的に担当試験では45点。で、論文ではそれで、まあ、8割を通過してますか、通過してきますから、そういう、あの、実績をね、出すことができるのかなと思います。なので、長くかかる人の、やっぱり特徴として、あの、条文1条からやるっていう癖を持っていたりとか、 うん、で、あるいはもう全部条文を、こう、なんていうのかな、こう、平等に読んでいく。あの、重要な条文とそうでない条文の区別がついてなかったりとかですね。そういうところの、あの、難があるな、というふうに思ってますね。ですから、やっぱりその必要なレベルでインプットしていき、必要なものを使っていくと。 いうことが、やっぱり一発合格者のメンバーね、その十数人の、あの、人たち、まあ、通信の方と通学の方で、若干、その、やり方とか、あの、多少、その、ね、必要とされるような勉強法とかっていうのは違ってきますけれども、でも、大体、まあ、皆さん共通して言えるのは、一発で受かる方っていうのは、あの、言い方によっては容量がいいっていうふうな言い方をするんですが、その容量って何かっていうと、 やっぱりちゃんと必要だと言われる量で必要なところをインプットできているっていうところだと思います。ですからそういった条文は平等ではなく不平等に扱うことがやっぱりできることがベースになるので、まあそれを大切にしていくってことがあの二つ目のポイントですね。これはまあどんな何の,あの法律を勉強するにしても同じだと思ってますね。あのー、私も法律系の試験っていうのはあの行政組織も持ってたので、 ま、あの、最初の試験が便利試験ではないんですけど、やっぱり法律系の先生って皆さん同じことを言われるんですよね。木を見て森を見ずになってはいけないってことと、だんだんこう大きなところが小さいところに落とし込んでいく勉強が必要だと。だから段階的に勉強するってことがやっぱりあの、ベースになると思うので、 なので、その、まあ、入門から短期層、ね、短期層で、今度、うちのクラスだと今度それを4歩対象条文に落とし込んで読み込み、N プロシート使って読み込みっていうところに落とし込んでいくんですけど、そういう段階的な勉強っていうのが大切だなと思ってますね。で、3つ目のポイントとしては、考えることを放棄しない、暗記に頼ろうとしないっていうところなんですけど、これはまあ、あの、慰めでも何でもなくて、 理系の方は法律の勉強、特にこの特許法、理系的な、まあ、いわゆる法律ですね、の勉強に向いてると思ってるんですね。で、それはなんでかというと、あの、物事を論理的に考える力っていうのが、実は、まあ、法律の勉強では大事で、どの規定にも趣旨があって、で、この趣旨だからこういう要件が必要ですという要件があり、 で、その要件を満たしたときに、その趣旨を全うするような効果が発生すると。で、上腕要件と効果の集合体なので、その要件と効果は、まあ、こう、覚えようとするんですけど、実際、その覚えるだけだと、やっぱり許法だけでも204条までありますから、限界がきます。で、そこはやっぱりその趣旨を理解するところで覚えやすく、で、忘れにくくするっていう効果があるので、 物事をその趣旨から考えて要件効果に落とし込んでいく、まあ、つまり論理的に考えていくっていう力がまあ必要になります。例えばですね、特許法65条に保証金請求権という条文があるんですね。で、保証金請求権の趣旨は簡単に言うと出願公開による不利益の補填なんですよ。特許権って、特許権発生したらもちろんその工事が必要になるので特許候補に乗るんですけど、ただ出願してから特許になるまでって結構時間がかかります。 例えば、出願をして、そのまま、あのー、特許庁がチェックするのは、法師的なところだけなので、実態的な要件に関しては別途審査請求という手続きが必要なんですね。で、審査請求は出願から3年間、その間にすればいいですよっていうルールなので、例えば3年ギリギリのところでするっていうことも多々あります。で、そこから特許庁が大体今、実態審査で1.5年と言ってますから、 まあ、審査請求を3年ギリギリのところでするとすると、4.5年かかるってことなんですよ。で、それが、じゃあ、ね、終わるまで、ね、出願された、まあ、内容が、第三者にはわからないってことになると、重複して自分も同じ出願をしてしまうかもしれないし、出願しないまでも同じ発明について研究をしてるかもしれない。で、その研究開発に投資をしてるかもしれない。全部無駄になるでしょう。 特許法は洗顔主義ですから、最初に出願したものが勝ちですよ。早もん勝ちなので、後から出願しようと思っても、じゃあもう特許にならないです。でも、どんな出願がされているのかっていうのが分からなければ、後から出願しちゃうかもしれないですよね。で、それを極力減らすためにできたのが出願公開制度って言われるもので、審査がどれくらい進んでるかどうかに関わらず、 出願から1年半経過したら全ての出願を公開しますっていうルールを敷いています。ただ、それが第三者にとっては重複研究や重複投資を避ける手段としてすごく役立つものなんだけれども、出願人にとったらたまったもんじゃないんですよね。特許権が発生するから特許権の侵害ってことで差し止めとか損害賠償のような民事上の措置が取れるんですけど、特許権が発生する前はまだ権利行使ができませんから、 うん、じゃあどうしたらいいのと。公開されたものを第三者が実施、ね、使い始めたらどうしたらいいのっていうところで、公開によって出願人に生ずる不利益を補填するという制度としてできたのが保証金請求権と言われるものです。だから、公開による不利益を補填する制度だから、保証金請求権の発生要件は絶対的に公開が必要なんですよ。例外なく公開が必要です。 だからその趣旨を理解してれば公開が絶対必要ですかって言われた時に自信持って入って言えるはずなんですね。だけどもなんとなく要件として単に要件としてインプットしてるだけだとどうだったかなとなんか例外があったかもしれないなというふうに惑わされてしまう。そういったところでその物事を趣旨から考えでそこに根付く要件をインプットするところでその固い知識になっていくんでね。私はよくあの 知識が緩すぎるんだよっていうことを、あのね、言ったりするんですけれども、一通り例えば短期相、担当基礎力完成講座を受けただけだと、だいたい点数化するとね、30点ギリギリぐらいで合格する方が多いんですよ。ベーシックを受けられて、そのままなんとなく試験に向かわれると、だいたい30点ぐらいで合格される方が多いんですね。 で、30点から38点ぐらいの間に入る方っていうのは、だいたい基礎力はあるんですよ。で、だいたい何聞いても、なんとなくは知ってる。知らないことはそんなにない。でも、じゃあ、条文の、例えばそこは主語誰だったね、審判官だった、審判長だった、することができると書いてた、しなければならないと書いてたっていうところを詰めていくと、だいたい答えられないんですね。 だから30点から38点ぐらいの人の特徴っていうのはそういうところなんですけど、そういったところを実際一つ山越えていかないと、そのボーダーを越えていかないので、知識はやっぱりちょっと緩い状態だと、今の本詞はなかなか受かっていかないです。ですから、まずその、ね、入門講座で趣旨から考えて、で、そこからはっきりと、これは例外ありません。 ね、常にです。よく、あの、大学受験とかのマークシートだと、常にとか、まあ、場合がないとかだと大体例外があるもんなんですけど、この便利試,試験は、常にと言われたら常にのことも多いですし、場合がないで丸のことも多いんですね。だから、その、しっかりとした、本当にそうかっていうところまで知らないと、なかなか今の担当試験受かってこないので、 そういうところをしっかりとやるために、その論理的に物事を考える。単にその暗記するってことに頼らないことが実は大事だっていうことなんです。ですから、理系の方は割とそういうところを私は長けてるなと思っているので、あまりその法律系の知識がないことが、あの、足かせになることはありませんから、心配なさらなくても大丈夫かなと思います。 で、えっ、ー、と、まあ、そうは言ってもね、あの、いろいろ、あの、試験を受けるにあたっては不安なこともあると思いますので、ちょっと具体的に、その皆さんが勉強していく中で補助輪となるような、その資料ですね、あのうちのクラスで使っていくものをちょっと紹介していきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、別に法律系の方だって必要なものなんですけれども、 例えばですね、8ページからは、えっ、ー、と、これ、ノートミレシピという補助教材ですね、うちのクラスの。で、それに、あの、使っていくものなんですけれども、えっと、法律系の方でも、なかなか、その、テキストの中から定義部分を抽出して定義書を作るっていうのは、骨の折れる作業で、うん、まあ、あんまりやりたくないことかなと思うんですよね。 で私があの受験者の方に早く受かりたいんだったら絶対やらないでって言ってることの一つに自分なりりのの資料を作ることっていうのがあります、まあ、定義集、趣旨集ですね、まあ、簡単に言うとでなぜダメかっていうと、まあ、物理的に時間がかかるっていうこととでもう一つは正確性性ががなせるる可能性があるってことですねよくわからない人が文章を短く要約するのって結構難しいことなんですよね。 うん、で、分かってるからこそ正確に短く文章にできるので、それをじゃあ受験生がやると相当なリスクをやっぱり伴いますから、定義とか趣旨っていうのは、やっぱり私たちに任せた方が、まあ、物理的にも時間かからないし、そして、あの、生活性も失われないということで、えっ、ー、と、レシピにはもうそういうものを全部入れてます。で、もっと言うと、必要じゃないものもいっぱいありますんで、 あの、例えばテキストの全部を覚える必要があるかっていうと、そんなことはないですし、うん、基本書は青本じゃあ丸覚えしたらね、いいのかって、そんなことでもないんですよね。で、まあ、ものすごい時間かかるし、そんな無駄なことはないので、まあ、特にね、あの、3年前の試験はもう別試験って言われるように、この試験はかなり3年サイクルのトレンドがあります。 車のモデルチェンジぐらいかな。あの、マイナーチェンジぐらいのサイクルで、大体大きくトレンドが変わります。ですから、3年以上前の合格者の言うことはあんまり当てにならないです。必要なものもそうだし、あと出る出ないっていう判断もそうですね。私たちが受験者の頃なんていうのはもう本当に今のこの勉強法とか必要なことと全然違うことを先生は言われてましたし、実際試験も全然違うものでした。だけども、今は、 ね、だいぶやっぱり様相が違って、特にここ2、3年の試験で言うと、具体例をね、例えば出すと、担当試験の出題傾向なんですよね。担当試験って、私が受験生の頃って、割と、あの、アンから出てたんですよ。ア本にしか書いてない文言解釈だったりとか、うん、まあ、アンだけじゃなくて、例えば、あの、今も絶版になってるんですけど、吉藤先生が書かれた特許法解説とかね、 割と基本書から出されることも多かったですし、で、あとそうですね、まあ、うん、判例なんかも割と下級審から出されることもあった、あ,れあ,のありましたしね。なんかこう、ちょっとこう広かった、視点が割と広かったんですよ。だから条文からだけではない、審査基準とかそういうところからも結構出されるっていう傾向にあるんですよね。 だけど、今のじゃあ本紙をちゃんと正確に分析すると分かるんですけど、ほとんど条文からの取材なんです。ほとんど条文から。で、私たちの頃は結構過去問からの取材も多くて、過去問さえ結構完璧にやっていれば、割と似たような問題、全く同じような枝っていうのも多々出てたので、まあそれで割と点数が取れるってこともありました。 でも今300枝あるうちの中で、まあ、わずか2、3枝レベルですね。過去問から作られてるなっていう枝は。ですから、過去問ベースにインプットしたら必ず穴ができますし、まあ、やった労力分の成果は、まあ、あんまりこう、報われないですよね。ですから、うちのクラスがなぜ、ね、一発合格多いのかって言われたら、私はもうただ一つ過去問依存症から脱却してるからだって思ってます。うん。 だから、まあ、デックのね、あの、他のクラスはともかくとしても、あの、割と多くの予備校、まあ、通信も含めて、割と過去問依存症なんですよね。過去問結構大切にするんですよ。でも実際そういうことを言う先生は多分分分析してないです、ちゃんと。分析すれば過去問から作られてないことは明らかなので、過去問をやってたらそこから出ないのになんでそこからやるのっていうことなんですよ。 ですから、ちゃんとその条文から出てることが分かれば、条文の読み込みに徹すれば絶対点数が取れるんだよっていうことが、もう、出題からすれば分かるんだから、それをやらないで、ね、過去問解くってことは、割と受験生にとってもね、まあ、やりやすい勉強法ですよね。分かりやすいというか、なんかやった気になるし、解けた気になるので。でも実際じゃあ新作問題解けるようになりましたかっていうと、多分報われてないです。 なので、きちんとその辺をやっていくために、その、まあ、レシピもそうだし、あと、この後ですね、ちょっと紹介する、えー、まあ、条文の読み込みとかですね、そういうのに使っていくものを使っていきます。あとは、その、取材範囲がちょっとね、広いものとして、審査基準がかなり多く絡むものとして、意証法があるんですよ。で、意証法は、やっぱりその4本の中で突出して、審査基準の依存度が高いと私は思ってます。 ですから、条文だけをやってても、やっぱり点数に全然ならないのが一生法で、なので、うちのクラスでも審査基準をやっぱり多く採用しているのは一生法なんですけど、例えば15ページですね、これマトリックスの表みたいなもので、ありとかなしとか書いてるんだけど、多分勉強ちょっとやった人だったら何の意味かわかるような表なんですね。で、裏付けになる図面がこれ実際レシピにはあって、まあ、後ろにちょっと展示してるから見てもらったらいいんですけど、あの、登録要件の判断を、 ですよねで実際これだけのありとかなしとか書くだけなんだけどじゃあ白紙にした時に正確にありなしが入れられるかっていうと審査基準が全部頭入ってないと多分入らないんですよ正確には。で覚えるだけだと意味がないのでなぜありになるのなぜなしなのっていうところもちゃんと理解していかないといけないし。 で、担当試験でももちろん出ますよ。3条の2の問題なんて、過去問15年分で出すと 15, 15問以上は出てますから、絶対に出るよっていうのが3条の2なんですよ。これ4本の中で突出して高いんですね。出題頻度が。で、だから絶対に担当では出るんだけど、でもね、そうは言っても、10問だから。担,担当で、マックスでも一生法って。で、 当然3条の2の問題って1問ですから落として1点なんですよね。で3条とか、例えば4条とかの複合問題、あるいは9条とか10条の複合問題、どこか落としてもやっぱり失うの1点で済むんですよ。でも論文試験だとそうはいかないですよね。その辺をやっぱ落としてしまうと致命的なミスになるので多分受かってこないです。 だから、すごく重要なところ、すごく重要なものなので、割とここは力を入れてやるんですけど、うちのクラスの出身者の人で、登録要件の判断間違う人多分いないと思います。この遺症法の問題で。で、それぐらい結構大事なので、まあそこは力を入れてやるんですが、あのー、まあね、こういった簡単なものなので、ちょっと後ろに図面がないと意味がわからないかもしれませんけど、こういうものを使ったりとかして審査基準も攻略します。 で、あとはですね、まあ、条文をやっぱり読み込むっていうことが、まあ、さっき言ったようにですね、重要になるんですけど、えっと、最後から2ページ目のところに N プロジェクトシートってありますよね。で、これはクラス外費にしていてが、あの、クラスから、まあ、こう、漏れ、漏れることをかなり厳しく私は制限をしているものなんですけれども、 えっと、条文の読み込みシートです。まあ、さっき言ったように条文っていうのは不平等に扱っていくと。で、どういうふうに不平等に扱うのかってことを、まあ、要は指示したシートで、条文のどの部分を覚えれば点数になるのかってことの、まあ、チェック事項をですね、示したものです。ですから、例えば4条だと主体これ特許庁長官なんですよね。で、場合っていうのが、あの、4種類書いてあるんですよ。4条には。で、4条っていうのは念のために言うと、 あの、遠隔交通不便の地にあるもののための延長規定と言われるもので、例えば、あの東京に住んでる人が特許庁に手続きをするのに、まあ、例えばギリギリ、ね、こう、時期がもう迫ったところで、まあ、やっても間に合うとしても、例えば、 あの遠くにいる人がじゃあやろうかと思った時にその手続き期間東京の人だったら間に合うんだけれど例えば郵送だとしてもですね東京の人だったら間に合うんだけどでもあの遠隔の遠隔交通不便の地にあるような例えば東京都でも小笠原諸島とかそういうところだとちょっと難しいよねっていうその地理的な不平等を解消するためのもので東京庁長官がまあ延長を認めるっていうことがあるっていうものなんですね。 で、この条文の、まず、特許庁長官がっていうところが重要だったりとか、で、どんな場合にっていうのは4つあるんですけど、それが4つともちゃんと言えるかっていうところがチェック事項だったり、で、請求が絶対必要なのか、職権でもいけるのか、もしくは両方なのかとかっていうところが出されたり、その条文のどの部分を読んでいかなきゃいけないのかっていうところのチェックシートになります。 で、これの、その、まあ、具体的に、その左側の主体のところ、丸がついてたら、実際具体的にどんなことをチェックするのかが右側に書いてあるので、なので、その主体のところが言えるんだったら、そこにこうチェックしていったりとかしながら、皆さんは埋めていくっていう勉強をとります。で、たいこのエンドプロシートを使って、そうですね、8割ぐらい、そのチェックが入るようになれば、だいたい50点を超えてきます。軽く。 うん、だから、ベーシックの方でも、うちのクラスだいたい54点ぐらいで、あの、合格してくる子が出るので、その人たちはもうだいたい8割ぐらいはこれ、プロジェクトシートをインプットしますけど、まあ、それでも6割ぐらいでもね、担当合格だけを考えれば、割と余裕で合格してくるので、あの、どの部分が出るのかということをインプットしていくっていうことがいかに重要かっていうことを示したシートですね。 で、最後にスケジュール表は、あの、担当試験というのは知識のピークを本試験に合わせることがポイントになるので、まあ、そのために私が組んだスケジュールです。で、えっと、コースは2月の頭で終わるんですけど、えっと、実際その最終回の時には本試験の前日までのものを配布するようにしているので、なので、えっと、まあ、その通りにやっていただければ、大体過去問はそうですね、5年分をかける3回回すくらいの量になりますし、で、 あと、条文も、そうですね、特許法の、その、特許権とかだと、3週以上は回すことになるし、うん、あの、必要な量だけ、ちょっとこう、ケチをつけてるので、まあ、単純にフラットに3週って感じではないんですけど、まあ、審判だともっとかな。うん、なので、あの、いろいろそのテーマによって、どの時期に何をして、何を、どの科目を並行したらいいとか、そういうことを、あの、まあ、指示した、1日1日の宿題シートみたいなものですね。 で、今は生講義がまだ走ってるので、1週間に1回土曜日に配布するようにしています。で、これができることで、あまりその勉強量とか、その、私の中では基本的にみんな法律知識ゼロだと思ってやっているので、その、ゼロだから、じゃあもっと増やさなきゃいけないかってこともないですし、で、まあ、N プロジェクトシートがあることで、条文のどの部分を読まなきゃいけなくて、どの部分は読まなくていいのかとかっていうことも間違いがないと思いますから、 なので、まあそういったところを使いながら、あの短期合格に導けるかなというふうに思っています。はい。えっ、ー、と、では、私の方からはこれで以上となりますが、えっ、ー、と、何かまあご相談とかあれば、この後、あの、個別に対応させていただきたいと思います。あの、ズームの方も、あの、別に遠慮なく言ってください。はい。では、お疲れ様でした。